奥山英治は、リポーターナレーター。継造プロダクションを経て、吉本クリエイティブエージェンシー所属。血液型 B 型。4四人兄弟の末っ子として出生。東京都出身。生息高等学校卒業。俳優、政治家の森田健作は、同級生。当初は、ナレーターの仕事をしていたが、1982年に、フジテレビジョンのワイドショー、三次のあなたで、 事件現場を自らの足で取材する事件リポーターに転身。以後も富士テレビのワイドショーのおはようナイスデイやビッグトゥデイにてロス疑惑やオウム真理教など3000件以上の事件を手掛けた社会派リポーターとして活動し元祖事件リポーターの異名を取った。その傍ら、殿様のフェローモンなどのバラエティ番組やテレビドラマでも活躍していたが、 1999年におはようナイスデーが終了。リポーターとしてのレギュラー番組はなくなり、テレビ出演は単発が中心となる。2002年に横沢氷の誘いで吉本工業に移籍して文化人枠で所属。イベントなどの司会業もこなしていた。晩年は仕事に恵まれず、2011年4月10日頃に東京都調布市で、 首吊り自殺をして61歳で死去。当初は自殺遺体の身元が判明しなかったため、同年9月頃からマスコミ各社が失踪を報じる騒動になった。身長176センチメートル、体重100キログラムの大柄で、人懐っこい笑顔で人気だった。趣味はダイエット、ゴルフ、歌うこと。35年以上のゴルフ歴があり、スコアは76という腕前。 ダイエットに関する知識は、漢方薬からサプリメントの知識が深く、断食道場に通うこともあった。酒好き、合法来楽な性格で、酔い越しの金は持たないタイプだったという、生涯独身だった。2010年頃から仕事が減少し、深夜番組のレギュラーの仕事も消滅。周囲に悩みを漏らすようになっていた。女性や金銭関係について、 トラブルとは無縁であったが、以前は、誘いは、絶対に断らなかったのが2010年頃から、仲間内での飲み会に誘っても来なくなり、週に1回しか仕事がない、腰痛で好きなゴルフができなくなったとこぼしていたという。奥山が恩人として死体、吉本工業へ誘ってくれた、横沢氷も2011年1月に死去し、鬱なんだよ、元気が出ないとも語っていた。 吉本がマネジメントした仕事は2010年2月が最後である。吉本工業では文化人は所属者については自身で直接仕事を取ることも認めているため、この事実だけで仕事がなくなったと断定することはできないが、趣味の競馬も100円単位で楽しむようになっており、愛車のセルシーをも手放していた。生涯独身だった奥山は一人で、 川崎市のマンションに20年間住んでいたが、2011年に入って3月と4月の家賃を滞納。家賃の滞納は20年で、これが初めてであり、住民の間でも最近の奥山に仕事がなく、家賃が払えなくなったと噂になっていたと報じられている。リポーターの平野さないの話によれば2007年頃から友人で脚本家の横沢ジョージに、 死生観を語るようになり、死ぬ時は潔く死にたいと漏らすようになり、2010年6月、番組の元スタッフに死ぬ時は迷惑をかけない。人にも言わないと話し、2011年1月には仕事はないか。ドキュメンタリーでナレーションをやるのは意義があるなどと語っており、平野は仕事と家族の間で悩み、精神的にも弱くなっていたのかもしれないという。 2011年4月10日頃に自殺したとみられる。同日16時30分頃、自宅マンションから約5キロメートルの東京都調布市の神代植物公園の無料区域の水生植物園で閉園のために見回りをしていた女性従業員が、障害者用トイレが長時間施錠されているのを不審に思い、警察に通報。 トイレ個室の荷物置き場に紐をかけて首を吊った状態の奥山の遺体が発見された。遺体発見時にトイレが施錠されていた状況や検視と司法解剖によっても事件性がないと警視庁は判断し、また遺体の身元につながる所持品がなかったことから奥山とは判別できないまま身元不明遺体として火葬された。公園の近辺は友人が住んでいたことから よく訪れておりとちかんがあったという。警視庁は身体的特徴や着衣など奥山の遺体についての情報を警視庁サイトの身元不明相談コーナーのリストに掲載して誰でも閲覧できるように公開していたが誰も奥山と気づくことはなかった。なお、身元不明相談コーナーでは61歳の奥山は45歳から55歳。 くらいの年齢の男性とされていた。2011年9月になり、奥山が4月に失踪していたことが報道される。5月になり、奥山が住むマンションの大家が、奥山の実刑に3月分と4月分の家賃を滞納していると連絡し、5月18日に、奥山のマンションの所在地である、神奈川県警に捜索願いを出し、5月19日、知らせを受けた、吉本社員と実が、 奥山が一人暮らしをしていた川崎市内の自宅マンションを訪れると4月5日付のスポーツ新聞がリビングに置かれていた。洗濯物が干され、浴槽の水も張られており、普段使用していたショルダーバッグも自宅に置かれたままで財布と預金通帳と携帯電話が消えていた。東日本大震災直後の3月11日に、 吉本工業が安否を確認していたのが最後で、番組での共演で信仰が深い前田忠明や友人も4月後半から連絡が取れなくなり、心配していた。それ以前には、彼と会うたびに、何かあったら必ず連絡しろよ、と何度も言っていたといい、自殺の動機には何も思い当たらなかったという。最後に、近隣住民が奥山を目撃したのは3月12日で、あり。 リポーター仲間の安倍光人氏が3月上旬にパーティーに誘う電話をしたが、もうちょっと待ってくれと言われたという。なお、部屋からなくなっていた奥山の通帳の口座を警察が調べたところ、4月以降に口座が使われた形跡がなかった。携帯電話についても5月上旬までは電話をかけるとコール音がしていたが、後にお客様の都合でとアナウンスが流れるようになり、 自宅内で携帯電話請求書を発見した兄が料金を支払った。未納の家賃は兄が支払い、さらに奥山が戻ってくることを考えて7月まで賃貸契約を続けていたが、その後は兄が荷物を引き取って賃貸マンションは解約された。6月に奥山に似た水死体が横浜港で見つかり、確認作業が行われたが、その時は別人と判明した。 5月に創作願いが出されてから9月まで奥山の失踪は身内と仲間のみが知ることだったが9月13日発売の週刊女性2011年9月27日号が奥山の失踪を伝える記事を掲載しワイドショーやスポーツ紙などが一斉に後追いで報じていった9月24日 東京都八王子市のスーパーマーケットの警備員が8月28日と31日に奥山を見かけたという証言が報道された。普段は常連客が多い店に見かけない客が来たので記憶していたという。さらに八王子市内では複数の公園のベンチで目撃情報がテレビで報じられた。なお、奥山は八王子市にゆかりはない。 これらの目撃情報について実刑は警察の担当者から報道を見て思い込みもあるのでしょうと言われたという。かつての仕事仲間だった武藤真希子は最後に電話で話した時は仕事はぼちぼちで母親の介護もあるからと言っていたという。12月8日に警視庁が奥山と見られる遺体について追いに確認を求め、 遺体写真を見たおいは奥山にほぼ間違いないと認めたことが12月9日に報じられた。12月12日、警視庁による指紋照合等が行われた結果、この遺体が奥山のものであることが確認された。奥山が自殺してから身元確認まで8ヶ月かかった理由は以下の4点が指摘される。遺体発見が4月10日で、 捜索願いの届け出が5月18日であり、遺体発見時点の4月にはまだ奥山の捜索願いが届け出されておらず、称号の仕様がなかったこと。遺体発見が東京都の警視庁で、捜索願いが奥山の自宅のある神奈川県警という管轄の違いがあり、まず東京都内の資料のチェックをするという優先順位の設定があったこと。 東京都内の身元不明遺体は年間200体で行方不明の届けでは4000件あり、鑑識課の手作業の消防作業では迅速な処理に限界があること。奥山の捜索願いには部屋が荒らされていたり血痕があるなどといった事件性がなく成人の行方不明者を積極的に探すことは人権侵害になりかねないため、 通常は積極的に捜査しないこと。元警視庁警視の江崎史郎は12月になって判明したのは12月は身元不明者を再調査する月間で全国のデータベースと称号したためだろうとしている。ほか、ありがとうございます。